イスラエル空軍第118飛行隊は、イスラエル航空宇宙軍で CH-53 ユージャー、大型輸送ヘリコプターを運用している飛行隊である。イスラエル空軍で最初に CH-53 を運用した部隊であることから、ファーストアルバトロススコードロンとも呼ばれる。また、ノクターナルバーズ・オブ・プレイなどのニックネームでも知られる。 第118飛行隊の S-65C-3 ユージャーイスラエル空軍は1969年8月にアメリカ合衆国のシコルスキー社で開発された大型輸送ヘリコプターである S-65 の導入を開始し、この機種を運用する部隊として第118飛行隊がテルノフ空軍基地に編成された。 イスラエル空軍に導入されたモデルは S-65C-3 と呼ばれ、これはアメリカ空軍向けの HH-53C 相当の機種でアメリカ海兵隊に配備されていた CH-53A、CH-53D との相違点としては機体側面のスポンソン部分がやや小型で燃料タンクが装着されていること、機種部分に 空中給油プローブが装備されている点などが挙げられる。第118飛行隊の S-65C-3 は導入直後の1969年12月に、早速実戦に投入された。12月26日から27日にかけて、実施されたルースター53作戦において、エジプト領内、スエズン河沿岸に配備されていた。 ソ連製の地上配備型防空レーダー P-12 を路角するため、第114飛行隊の SA-321K、シュペルフルロンとともに空挺旅団の隊員を乗せてエジプト領内に侵入し、第118飛行隊の S-65 は重さ4トンの P-12 レーダーを吊り下げてイスラエル領内への帰還に成功した。1973年の 第4次中東戦争の時点では、第118飛行隊は12機の S-65 を運用していた。S-65 は、重砲の空輸や負傷者の搬送に活躍し、10月9日には、負傷者を乗せた1機の S-65 が、市内半島上空で、エジプト空軍の4機の S-7、及び4機のミグ -21 に遭遇したが、 回避軌道の末逃げ切ることに成功した。この戦争の後、アメリカからの緊急供与を受け、第114飛行隊も CH-53 を運用するようになった。1991年には、アメリカ海兵隊から放出された中古の CH-53A10 機が、第118飛行隊に追加配備された。これらは導入直後は、 アメリカ海兵隊の迷彩塗装のままで空中給油プローブなども装備されていなかったが、後に他の S-65C-3 と同様の状態に回収された。また1990年代には CH-53S-65 の近代化回収プログラムユージャー2000が進められ、1993年から引き渡しが開始されている。 1997年2月4日にはヘリコプターの最悪として知られる悲惨な事故が発生した。レバノン南部に向かうため兵士を乗せてテルノフ空軍基地を離陸した2機の S-65 がイスラエル北部で空中衝突し2機に搭乗していた計73人の兵士、搭乗員が全員死亡したもので、これは1977年5月10日に 第114飛行隊の CH-53 が訓練中に墜落し、54名が死亡した事故を上回るイスラエル空軍過去最大の航空事故被害となった。この事故は2000年にイスラエル軍がレバノンから撤退したことの大きな契機の一つとなったと考えられている。また、こういった事故もあり、イスラエル空軍は、 CH-53 の後継として V-22 オスプレイの導入等を検討していたがこちらが順調に進まなかったこともあり、ユージャー2000のさらなる寿命を延長プログラムとして2007年によりユージャー2025計画が実施されている。しかしながら2010年7月26日にはルーマニア軍との合同軍事訓練のため、 ルーマニアを訪れていた第118飛行隊の S-65、C-3 がカルパティア山脈の山中に墜落し、搭乗者全員が死亡する事故が発生した。この事故は悪天候、視界不良に基づく人的ミスが直接の原因であると結論付けられた。なお、この事故で亡くなったルーマニア兵士の遺族には、殉職したイスラエル兵士の遺族に対するものと同じ。 内容の遺族年金がイスラエルから支給されることが発表されている。ありがとうございます。